さあ、ということで今回こちらね、ピッコロさんの特殊アーツが、なんと、発動するたびに体力 15% 回復持ってるということで、こちら打ちまくってね、無限回復ピッコロさんパーティーですね。ヤジロベイとウィスが、素で特殊アーツ持ってるんで、デッキに3枚特殊アーツがね、入ることになるんで、まあ、めちゃめちゃ回復させていこうって感じですね。しかもちょっと面白いのがね、このピッコロなんとね、根血最悪再生か挑戦士と組み合わせないと、ヨダメとかドロソクとか、ドロソクダウンとかデバフとかね、まあ、その辺かかんないんで、まあ、あんま強くないんですが、ヤジロベイをしっかりね、入れることで挑戦士を満たしてるという、地味に噛み合ってる。ただまあ、色的にちょっと黄色がね、超絶重たいんで、黄色が来ないことをお祈りしながらやっていこうと思います。さあ、お願いします。劇場来ましたね。そう。そうそうそう。黄色がね、いなければ、関係ないんでね。まあ、初手ウィスでいいかな。経由つけてガンガン行きましょう。で、クーラにね、縛られたら終わりなんで、縛られてライジング打たれたら終わりなんで、そこだけ気をつけましょう。うん。いや、最強三人衆来たなぁ。今週中にね、最強キャラランキングの動画もね、作ろうと思ってるんで、ぜひね、見たい方はチャンネル登録よろしくお願いします。結構順位ね、悩んでるんだよね。ビースト以外のキャラもちょっと強いんでね。即でいいかな？行くぞ。ドカバキーよ。オッケー。あと、レース特殊カバチェン無効なんで、そのまま殴りましょうか。クーラー出してくれんかな、ワンちゃん。出さんね、さすがに。どっち出してくる？どっちで殴るか。ヤジロベイの縛りも一回あるんで。ちょっと待て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 、落ち着いて。あー、そのまま来るか。まあまあまあ、これはね、回復見せどころさんですよ。この右残しのブロリクソだるいな。さあ、攻撃もらいますが。はっ、お前死ねえよ、こいつマジでこいつぶっ殺す、こいつ殺すことに決めました。こいつ絶対殺す。回復弾つけて OK。 まあ打撃から入るか。多分出てくるんで外します。 OK。 こっちで殴って、ブロうぜえなって思ったけど、クーラーだな。一番どうにかしないといけないのは。熱。見えてるよ。そっち出してくんの？おい！カード破棄すんな、お前ら。ちょっと。ふざけんな、お前ら。いや、これはもらおう。痛えけど。よしよしよし。回復。回復。お前はなんだよ、お前。見えてんだよ。外して。いや、待って、危ない。よかった、それなら OK。 ライ言ってこい、言ってこんか。ちょっとラグいな。絶対こいつ殺さないけん。オッケーオッケーオッケー。ライン打ってくれならオッケー。あー、射撃で。ほぼ繋げてるんで打撃ばっかではないはず。残念。いやー、中距離してきそうだな、あそこ。避けましょうか。特殊欲しい。さっきから圧破棄さ、4枚分ぐらい破棄されてるんで。あ、来たね。確定反撃いきます。確定反撃なんで、ライジングと。ダメですよ、そういうことしたら。わかってる人に。特にライジング持ってる敵に落とされちゃいけないキャラでやっちゃダメですからね。ここメイン切りたいなぁ。場に回復するの知らなそうなんだよなぁ。警戒してなさそうだけど。ちょっと一回ヤジロベイ引きたくないんで、メイン切りまーす。うん。見て、打撃キャン。オッケー、噛み合って、究極行きましょう。痛えぞ、これ。落とせ！かっこいい。イエーイ、強っ。は？あ、見えてんだよ。回避圧でいっけ。さあ、特殊欲しいんですが、特殊来ないな。まあ、矢印出しとくか。あ、メイン切ってた、まあいいや。
いやー、これ必殺か特殊持ってたら場に戻されますね。持ってるか。ついたい。当たるんで打撃キャンフローか。そのままいってる。いやー、今度は即来るか、お前。さあ、ここでピッコロで特殊引きたいね。さあ、いいですよ、ピッコロさん。特殊ください。ちょっとラグいって、本当に。回復して、時間稼いで、待って、バックステ学園入ったわ。さあ、見て、この手札。あいつ、究極切ったっけ？ドロソク2段階なくてんのか。その辺で止まってくれませんか、パイセン。はい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 。やばすぎます、これ。終わりにしてやるだと、お前。行くぞ。行くぞ。ははは。オッケー、回避圧ね。はいはいはい。中距離大器は、しっかりと、拡散もらいまして。ちょっとちょっとちょっと。これバフ剥がすんだっけ。剥げたね。オッケーオッケーオッケー。よしよし、最速回避圧オッケー。矢印でとどめと。これは回復生きたんじゃないですか。めちゃくちゃよーし。いやー、不快要件いんのか。ちょっとそれはずるいなマジか。不快王様いる。不快王様いるのか。めんどくさいですね。ちょっとウルベジと不快王に当たりたくなかったんですけど、タピオンぐらいだったらね、黄色でもなんとか相手できるかなってあれだったんですが、まあ、まあいいです。いいでしょう。さあ、お願いします。不快要件。知らないでしょ。射撃でいいや。よろしい。速射いきます。はい、ダメじゃんけん負けました。まあこれピッコロでね、あ、先あるんで。しっかり受けていって、お、偉い偉い偉い。回復して、うわ、なんか今合体してたみたいになった。出てくる瞬間、打撃キャン振ってそのまま行きます。オッケー。フニスペオメガでいいかな。あー、そのまま出てくるか。知らない。あー、さっきこれはありがたいね。特殊欲しい。痛えな、それ。痛えな。痛えけど回復します。射撃は相殺しようか。2連で行こう。速回避はしない。おーおー、魂込めてくんのね。まあ、ブラインド入れとくか。こいつ落としたいけどさ、ちょっと削んないと落とせなそうだね。カラパン？まあ、通常で抑えるか。で、びっくり見たい。オッケー。これ落ちるんじゃない？2回積んでるんで。4ダメ結構上がってますよ。いいね、ピッコロさん強い、強い、強い、落とせるな。よし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 、いいよ、やるやるやる、いけるいける。オッケー、これ強いな、ピッコロ。回復もするし、パワーも出せますと。で、必殺めっちゃかっこいいよね、これ。これちょっと居座りましょうか。別に痛くないんで。射撃は相殺して。うん。釣りたい、オッケー。しっかり釣りました。オッケー、これは生きたね、ピッコロ強い。ナイス。さあ、ラスト。タピオンいるけど、まあ、タピオンなら大丈夫かな。ちょっと他のキャラめっちゃ強そうですけどね。この人あれか、ビースト引けなくて、代わりにビルス使ってんのがかわいそうだな。さあ、頑張りましょう。ちょっと、このギルドの方は、だいぶヤンキープレイ多いんで、そこ気をつけましょうか。あと、ビルスの縛りね。ピッコロ縛られたら、あと、クーラーの縛りも気をつけないと。ちょっと気をつけるの多いな。できたら、青か、赤に雷神が当てたいな。でも、釣れそうなんだよね、このギルドは。ショックしてるか。うん。え、そっきませんでした。まあ、2連でいいかな、ここは。アーツオッケー、しっかり釣りまして、必殺行こうか。ちょっとこれアーツもらってもいいんで、クーラにもらったらあれか、
やめとくか。やめて、ブッパ。突っ込んでいいよ。ここはずらそうか。ずらして最速 OK。ドロ速で圧引いて、うおいおいおい、どんなよ。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 どんだけよ。OK、行きましょう。でもよかったか、まあいいや。そうか、ピッコロ自身も特殊持ってくるんで、相当時止め多いですね。やばいやばい。まああとはクーラーに気をつけましょう。まあ、あと覚えれないでしょ絶対この人たち。なんかお休みモード急に出てきた。一角に行って見えてますよ。さあさあさあ、クーラー出させたいな。まだ矢印の縛りも残ってるんでね、オッケー。で、コンボ終わりに、まあ、ウィスの面切っちゃっていいよな、さすがに。回復弾つけときたい。回復弾あったよね、こいつ。おお、最速取らせてくれんだ。じゃあ、こっちで殴るか。もう一枚。オッケー。さあ、矢印で縛りましょう。まあ、落とせはしないと思いますけど、ここで回復弾を挟んで、おいーマジかやるなおー、はいはいはいね。もう、この人たち困ったらこういうことしてくるんで、本当に。困ったらこういうね、やばいヤンキープレイ、走るんで、気をつけた方がいいですよ、皆さん。はいはいはい。これで LF 決め、LF じゃねえけど。これでとどめさせたいな。ふん。バニー回復もあるんでね。なんかライジングをしっぱにしてそうなんで、合ってたらすごい褒めて。普通にないか。ライじゃない、一応警戒するか。うん。怖いんでね。もらっていいよ、これ、圧。射撃だったらかぶせます。はい、かぶせます。えい。いやー、うまかったな、これ、僕が。うん、これめちゃくちゃ僕がうまかったですね。ということで、無限回復ピッコロさん使っていきました。めちゃめちゃ楽しい。結構ね、この子も通常 SP にしてはめちゃくちゃ強いんで、はい、皆さんもぜひね、遊んでみてください。ということで、終わります。お疲れ様でした。